なんかの「サンデー毎日で森尾平がね天皇皇后陛下の結婚30年って形で記事を書いてましたけども、はい、天皇陛下と雅子様の結婚は1993年ですけども、うん、出会いはね、まあ、その6年前って形ではい、はい、一度まあその結婚の話はまあ白紙になったって形ですね、うん、まあその理由が祖父がまあ小さな会社のね社長って形ででも相変わらずね美智子様の問題を雅子様にスライドしてましたけども<ー>雅子様と天皇陛下の出会いは1986年の10月18日に スペインのエレナ女王がね、来日をしたときに開催されたパーティーで、まあ、この時はね、まだ雅子さまは東京大学法学部のまあ3年って形で、その時はまだ特にまあ一言二言レベルしか会話を、ね、してなかったみたいですけども、うん、その翌年の4月25日に高窓の皆様がね、ホスト役になって、お食事会があって、まあ、そこからね、交流が始まったって形で、<う>まあここからね、天皇陛下は雅子さまのことを強くね、 愛意識したって形で言われているようですけども、その年の、ね、年末に天皇陛下が27歳の時にね、置き先候補として雅子さまのことが週刊、まあ、女性でスクープをされたって形で、うん、それでも翌年の天皇陛下の誕生日に、まあ、このね、雅子さまのことについて話題を振られてね、富士山に例えると、7合目か8合目って形でユニークにね、まあ、答えたっい形で、それでもその雅子さまとしてね、まあ、外務省に入ったばかりで、まあ、これからね、バリバリ働こうって形でしていたときでね、うん、まあこの外務省の研修として、 国総大学でね、2年間学ぶことも決まっていて、結婚しないつもりで外務省に、まあ、入ったって形でね、と<ー>いうことですけれども、だから、その皇室に入ることはまあ考えてなかったって形で、うんえー、さらにここではね、大和岳からまあご自体の意向が伝えられてね、雅、えー、子さまの母方の祖父の、まあ、江頭氏だしがね、水俣病訴訟中だったんで、まあ、そっちはね、っその会社の社長の地位にあったって形で、はい、まあそれも考えて、まあ、中断をね、山田に立ったって形で、 いうそれでいっ一旦白紙になったけれども、1992年の10月に宮内庁の管轄のね、鴨場でデートしてね、まあ、そこはまあ11月に天皇陛下がね、雅子さんのことはね、まあ、僕が一生まあ全力でお守りしますって形で、でまあプロボーズされて、12月にね、雅子様が承諾されたって形で、<ー>まあそれでその皇室会議の後に、藤森宮内庁長官が窒素の、ね、役員だったことが師匠になったけども、うん、水俣病の発生時にはね、まあ、関わってなかったって形でて、 この刑事的な責任がないってことからね、結婚を認めたって形でいうことですけども、ここではね、特に美智子様のことが書かれてないから、これもね、どうかなって形でありますけども、この美智子様の妹の旦那さんが、ちっそのね、昭和電工の社長さんって形で、さらに誤解されないように強調するがって形でね、何度も強調してましたけども、そこまで強調するんだったら、美智子様の妹の話題とかも、 出ないと、ね、おかしいですけども、うん、まあこういう時には宮内庁とかもね、抗、ま、議、あ、を出さないという形で、ちなみにほ他の女性がまあ候補になったこともあったけども、これもね、曽、まあ、祖,祖父が朝鮮総督府でね、武断政治を進めたまあ幹部がね、問題に当たった形で、ちなみにこのね、美智子様についてね、持ち上げていて、これまでは旧家族しか皇室に、ね、入れなかったけども、宮内庁が持ち出した新たな、ね、論理として、清潔で立派な家庭は皇室に入ってもね、大丈夫だろうという形で、この論理に沿えば、 雅子さまの家系にはね、曇りがあったけども、それはね、法的に否定されたっていうのがね、まあ、当時の宮内庁の説明だった形で、ちょっとまあめちゃくちゃね、雅子さまですって、道子こさまを持ち上げるっていう形の記事でしたけども、は<ー>まあ普通にこのね、昭和電光と検索すれば、水俣病っていうのがね、よく検索されるキーワードとしても出てきますけども、うんなんとかそれをね、雅子さまといえば、水俣病って形で、まあ、そういう形の検索方法を作り出そうって形で、回、まあ、してるのかなって形で、紐づけようとしてるんですね。まあちなみにこの雅子さまの時はね、問題があったけども、道子こさまの時はね、 問題なかったという形の記事でしたけども、うん、まあこれね、森尾平がまあ勉強不足であることが改めて、ね、判明という形で、はいはい、実はこの美智子様の結婚に関してはね、国会でもね、まあ、いろいろとまあ問題になったという形で、美智、うん、子様の結婚の時にね、大きな問題点としてはね、えー、3つあったって形で、はい、まあそれまずね、森尾平が挙げたように、これまでね、家族からしか皇室に、ね、入っていなかったとっいう点で、はい、まあこれに関してはね、全くね、問題がないと思いますけども、うん、でまあもう一つがね、美智子様がケースと教の学校を、 幼少期からね、大学生まで、ずっとね、通っていた形で、その点と、これに関しても宗教はね、何も問題ないと思いますけれども、うん、まあこの皇室においてはやっぱりね、まあ、日本国のまあ象徴としてね、まあ、どうなのかって形の問題もね、えー、ありますけれども、うん、まあさらにもう一つあって、美智子さまがね、まあ、25回お見合いをしたいるって形で、<ー>さらにこの最後にはね、秦野という青年と婚約をして、まあ、それを破棄して皇太子の方に振り返ったいって形で。 まあ、そういうことが、まあ、ルフされているという形で、そのあその週刊誌の記事について、ね、紹介して、まあ、これは事、ね、実ですかという形で質問したという形で、うんまあ、そうすると、まあ、宇佐美長官が、美智子さまは非常に、ね、立派な方で、いろいろとまあその結婚のお申し込みが、ね、あったように伺えますけどもね、ね、うんまあ、このお尋ねのようなことは全く、ねまあ、聞いたことがございませんという形で返答、まあ、したという形で、ね、つまり、あ、結婚の申し込みはいくつかあったけども、波、ま、多、あ、野という青年については。 まあ聞いたことがないって形で返答したって形ですね。うん、ただまあこれに関しては聞いたことがないだけで、まあ、そうだったかもしれないって形でね。あ<ー>まあ実質この週刊誌報道を完全否定はしなかったって形で。なるほど。まあこの国会での質問なんで事前通告はあっただろうし、うん、まあその事前通告があって本来であればね、美智子さと上皇様を守らなければいけないからね。まあ、この報道が事実じゃなかったらね。まあ、報道は 事実じゃないって形で否定をしなければいけないのにそうですね聞いたことはありませんって形で逃げたわけですねこれはこの美智子様が波多野という青年をポイ捨てしてね上皇さまに乗り換えたってことをね物語ってるんじゃないかって形でこの25にもねお見合いしている時点でどうなのかって形もありますけども多いですねその中でもね三島由紀夫さんとかもいたって形でいろいろとこれだけね国会とかでも騒がれてるのに美智子様に関してはね何ら問題もなかったかのように森を増えばね 持ち上げた記事を書いて確かにこれはね明らかに勉強不足かそれともね美智子さまに記事を書かされたのかどっちかって感じでどうかなって感じですねそうですねまあちなみにね小林芳宗さんの漫画のね「ゴーマリズム宣言」でまたね「ケットについて」漫画が書かれてましたけども先週はパリコレのへそモデルって形でダンの恵子の妹のね菅野桝クが登場してへその形がね菊の剛門になっていはい。まあちなみにこのねダンの恵子はへそがね Y になってるみたいですけども、この政子さんは女性天皇もね、女系天皇も認めないって形で、先週はこのロボット天皇に人権がないのはね、当然だって形で、この考え方についてはね、武田演じる女系のやしゃもね、同じ考えって形で、この三政党がこの旧宮家がダメだったら、女性でもいいって形で言ってるけども、それもね、だめだって形で、旧宮家から養子の一択だって形で言っていて、この女系のやしゃはこの私のうちはね、高貴なね、 血筋だっていう形で、まあ、皇族と同じ血筋で門知の差別ではないって形の考え方って形で旧宮家のお子さんは皇族に値する血統だって形で、まあ、容赦ね問題なって形ということですけども、うん、まあこの男犬男子の人がねよしに恐れる理由としては小林芳則さんのアニメでねお坊ちゃま君がインドとかで流行ってって,って形でこれアニメの視聴率が1位になってね 子供たちの間でブームになっているい形で、<ー>インドはこの現在、ね、中国の人口を抜いて1位になっていて、うん、まあ子供もも、ね、増えているい形で、<ー>まあそしてまあ中国は減少しているから、アメリカが、ね、最も遅れている国は、まあ、中国でも、ね、ロシアでもなくて、インドだとて形でいわれていて、はい、だからインドに対しては、ウクライナとロシアの問題とかでも、ね、どちらかに立てなくてもまあ協力しろとか、まあ、そういう形で文句を言わないとい形で、うん、GDP とかでもこのイギリスを抜いて、ねまあ、5位になって、まあ、ドイツと日本を抜くのもね。 時間の問題って形で、そしてまあその将来的にはね、まあ、中国も抜くんじゃないかって形で、は<ー>まあ現在このね、おっちゃまくんの,君の続編を日本でね、脚本を作って、インドのアニメーターがね、それに合わせて作画を制作して、インドでね、放送されるようで、うん、まあこのおっちゃまくんの,君の日本の文化はね、そのままで作るようなんで、インドも将来は親日国家になるんじゃないかって形で、つまりこの女性天皇って形でも、まあ、長いなることね、恐れてってことですけども、は<ー>あ愛子様はね、 交際心って形で言ってるやつはまあ敵だって形で終わってましたけども、うん、まあこのね女性天皇はすでにね8割以上の国民がまあ賛成しているしまあこれもね時間の問題かなって形でただまあその自民党のね統一教会勢力次第って形でまあどうなるかって形でねとい,、はい、いうことですけどもまあちなみに『ねデイリー新庄に小室亜さんの訪米プランについてねえ書いてましたけどもまあもうこのね小室亜さんが小室家とね会ったのは結婚のためにね一時帰国した2021年の 秋がね、まあ、最後になるという形で,です、ね、まあそこからね、まあ、小室佳祐さんも現地に行くんじゃないかという形で言われてましたけども今のところまあその渡米はね、まあ、確認されてないという形で渡米するかという形で報じられてから8か月が経過して、うん、お金がなかったのかまたね新たな金銭トラブルがまあ発覚という形でこれがね元交際相手で、まあ、小室佳祐さんの父親が亡くなってからね半年後に同棲していた彫金師の男性という形で、うん、まあこの彫金師の男性がね警察に抜け込んだという形でね まあ一時期はこの再び、ね、交際という形で報じられていましたけれども、はい、別れた途端に、昔の同棲した時のの、ね、生活費を払いっていた形で、1600万円をね、兆金師の男性にまあ請求という形で、あ<ー>ただまあそこから、ね、しばらく横浜の実家のマンション近辺でね、まあ、姿を見かけなくなってね、まあ、以前にこの不正受給が疑われた軽井沢でね、アルバイトをしてるんじゃないかという形で、ねまあそういった情報とか、今も,ね、もうすでにこのアメリカとかに、ね、行ってるんじゃないかという形の情報も出てきちゃったという形でね、そして渡米に関しては可能性はね、 まあゼロじゃないけども、うん、アメリカに住むのはねまず考えられないし<う>まあ数日渡米して小室さんに、ね、会うにしてもさすがにこの小室さんとかもマックをされてるだろうしまあねまあそれはないだろうって形でしかも眞子さんは小室社さんが来ることにね、まあ、賛同しなかったって形で<う>そういう形でだらね小室社さんは渡米するとしたら、まあ、長期間をまあ考えたって形で、はい、小室社さんの眞子さんもビデオ通話を まあしてるってこともね報道されていて、うん、まあ関係がね悪いってわけじゃなくて居候がね困るって形で、まあ、小室家もね眞子さんの意向を優先したんじゃないかって形ねいうことですけどもちなみにこの小室家さんはでにね横浜のマンションに住んでないって形ねいわれてますけども、うん、少し前にはこの父親がね緊急搬送されたこともあるって形であ<ー>まあこれはそのね大事にはいたらなかったみたいですけども高齢、はい、なんで小室家さんもね 長期間まあ日本を離れるのはまあ考えにくいんじゃないかという形で、それ,ね、それとね、証券指定の教科書とかも不発にね、終わったという形で、この、はい、あこの宮内庁に対して問題をね、起こしてほしくなかったら、まあ、お金をね、よこせという形のアピールだったのかは分からないですけども、さすがにね、この現状では、長期間、渡米とかも無理だし、ね、金銭的にもね、まあ、厳しいんじゃないかという形で、宮、ね、内庁もこのね、小室川さんの渡米は、注目をしたという形で、徳、うん、島県にとってはね、久しさまの進学にも影響してくるんでね。 注目をしたという形で、そもそもこの小室川さんが小室家にね、人目を会うためだけにね、勾配ってことは、あれなんちゃうかって形でね、考えてたという形で、ョンさんの中でもね、小室家とはね、距離を置きたいという形で、それも踏まえてね、宮内庁も情報収集をしているという形で、理解しているという形で、この宮内庁に関してはね、警察出身の人が多いということなんでね、これ全国の警察から情報収集ができるというのもね、強みという形で、この小室川さんに関してはね、 篠原さんによって検察審査会に、ね、不服申し立てはされているので、うん、まあそういった意味でも、ね、警察とかも徹底マーク、ねまあ、しやすいんじゃないかという形で、<ー>だから、そのすでに、ねまあ、どこにいるかについてはまあ把握しているんじゃないかという形で、はい、それにしても、なかなか、ねまあ、この眞子さんに関してもまあ入信しているんちゃう方々、報じられたりとか、前、うん、からねよくわからないですけども、少なくとも、ね、これまでも小室家だけで、ね、警備費用とかも含めたら、20億円ぐらいは、ね、軽くまあ超えているんでしょうけども、ショ、ね、の交際としてはね、 やっぱり別れさせてあがってるんじゃないかなという形で、本気で祝福していたら、金銭トラブルもすぐに立て替えて払っているだろうし、それにしていないということは、まだ別れさせる方向で考えているからね、小室会社に対しては警備はするけど、も金銭的にはサポートはしないんじゃないかという形で、変なことをしでかさない方てマークを教えるだけなのか、それとも刑事告発とか検察審査会の件が終わってから。 安心してサポトするのか、どっちなのかって形でそれに関してはありますけれども今後ねどうなるかって形ですね離婚する可能性をまだ探ってるんですかねそしたらまあどうなのかってことですねちなみにこの週刊女性に東大卒の拒否反応って形で気になってましたけれどもこの久下さんはね4月で高校2年生になって大学受験に向けてね計画を立て始める時期はね高校2年生の夏って形で言われてるようなんで前期の期末テストは6月に行われてる形でこの筑波や夫高校の授業は アクティブラーニングが中心という形で、まあこのね、グループディスカッションとかディベートとか、ね、そういう形で、まあ、この生徒が能動的に考えて学習をする、ね、教育法という形で、はい、まだこの授業中に、ね、机にまあ座っているだけだったら、ね、被災者様にも、ね、できたかも分からないですけども、<laughs> まあ絶対に、ね、学校には行ってないことも、ねまあ、このことから分かるかなという形であ学校に、ね、投稿する写真すら、ね、週刊誌でまあ報じられなくなったという形で、<ー>まあちなみにこの数学だったら、ね、公式とかを覚えるよりも その、ね、成り立ちとかを考えた形で通常の受験勉強に関してはすでに各自で塾に、ね、通ったりとかしているので、うん、まあ通常の授業はいらないという形で筑箱<ー>の毎年、ね、30名ほどの東大合格者を、ねまあ、出したいという形で皇、ねまあ、位継承者が学生以外の高校に進学したのは、まあ、戦後初で、ね、当然まあその東京大学もないわけですけども貴子さまあ様は、ね、この東京大学に何とかして、ね、行かせようという形で、まあ、してるんじゃないかという形で本来この皇族が将来設計がかかった同世代の 若者競争にね、参入すべきじゃないって形で、うん、一般入試じゃなくてね、推薦で入学をするって形で、ね、言われているって形で、そこで即行後からは4人をね、東京大学へ推薦することができるけども、うん、この成績不審って形で言われてる被災者様がね、どうなるかって形で、ただまあ記事の方ではね、トンボの視察とか、野菜の栽培とか、稲の交配実験とかをライフワークとしている被災者様だったら、まあ十分にね、あり得るって形で言われててね、えーで。とりあえずね、すべてまあそのゴーストとかを雇って、どれかね、 賞賞を受賞してて推薦でいいけななかと、ね、狙ってるんじゃただまあその東大 OB の話によると東京大学に皇族が入学をしたら護衛の警察官が大学コーナーでね光る形になるんで、うん、まあ東京大学はね大学の自治を重、ね、んじるから警察官が頻繁に出入りする状況をね、まあ、共有するとは思えないという形で、うん、まあだいぶ前だけでもこの1952年に学生劇団の演劇発表会にね 飼育警官が潜入したことが発覚をして、うん、トラブルになったという形ではい、はい、裁判にまで発展しているから、まあ、普通にねこの身辺警護をする分にはね大学の許可があれば問題ないけども、うん、まあこの学生のね活動とかを調べると問題になるかもしれない形で、はい、まあこの宮内庁は特にね警察出身の人が多いんでね、まあ、この普通にまあ撮影しようとしていた活動家でもないね一之瀬さんの個人情報までね調べ上げているぐらいなんでこの学生団体の情報とかも 調べる可能性があるという形で、例えばこの天皇制に反対する統一教会がね、姿を隠して入り込んじないかとかね、事前にこの調べなければいけないけれども、それがこの大学に無断で行われたら、学問の自由に侵害という形でね、これがその裁判に発展する可能性もあるという形で、いろいろとこのね、警備の問題とかもそうだけども、そもそもね、実力がない人間を白づけのためにね、お金で東京大学っていうのもどうかと思うし、推薦でいくのに、どんな賞をね、 受賞するのか,とかいろいろまあ他にも、ね、いろいろと問題がありますけれども、これが、ね、どうなるかという形で、でも、貴子さんは、ね、それでも、ね、東京大学を諦めてないかなという形で、<ー>まあそれにしても、ねこのね、入学もしてないのに、ね、東大卒に拒否反応という形で、もういろいろと、ね、めちゃくちゃですけれども、国民はこの全会一致で、ね、福島県に出して、 拒否反応だと思いますけどもはい。これがね、まあ、どうなのかって形で岸田首相がねなんか異次元の親バカってこの間言われててねまあ翔太郎君のこととかもあって、うん、言われてますけどやっぱ秋篠宮家のね秋篠宮家様とか紀子様もやっぱ異次元の親バカなんでしょうねもうなんとかして箔付けしてあげようみたいなそうですねうん。まあちなみに加古様がまたね 産経新聞の公務に出席って形ではい、はい、第70回産経児童出版文化賞に出席って形でねはい、はい、受賞者に祝意を述べるって形でねいうことですけども、うん、まあなんでね国語が劇的に苦手なねアクシマ宮に、まあ、こんな公務を、ね、任せるのかなって形でこのね多様な本に接する機会とかは大切な宝物に、ね、なるってことですけども、うん、まあそんなにねたくさんまあ本を読んでたら、まあ、被災地とかに行って大変ね貴重な体験とか、まあ、そんな失礼な発言とかは まあしないだそれこそ毎回ねこの事前に用意していけるような発言ばかりという形で、うん、まあこの多様な本に接する機会とかは大切なね宝物になるという言葉、まあ、自分に対してねまあ言い聞かせた言葉なのかなという形であ<ー>まあこのねお言葉とかでも各賞受賞された皆様に心からねお祝いを申し上げますと,とともに自動出版の分野で力を尽くしてこられた皆様に深く敬意をまあ表しますという形で、ねまあ、毎年このね同じセリフを使っても な形そういった言葉で。しかもね、本を読むことで、さまざまな想像をしたり、新しいことを知ったりね、考えを深めたりすることができますって形で、はい、まあこれもね、まあ、言ってて恥ずかしくないのかなって形で、児童出版文化賞だからね、まあ、もしかしたらこの子供が書いてるのかなって形で思って調べてみたら、はい、まあこれ違うって形で、まあ、全員ね、佳子さまよりも年上でね、対、ま、初、あ、に選ばれたのは、 アマンキミコさんの作品でね、うん、この人は91歳でしたけども、<ー>91歳の女性に対して、まあ、本を読んだらね、さまざまなことを想像したり、新しいことを知ったり、まあ、考えをね、深めたりできますよって形で言ってって形でね、さすがにこんな丸っ毛なね、文章とかを、ゴーストライターとかも考えつかないだろうしね、<laughs> <laughs> このチャット GPT に質問したのがね、あるわかりって形で、<laughs> はいはい、このチャット GPT だったらね、まあ、本を読んだらね、どんな効果がありますかって形で質問したらね、うん、まあそういった形の答えになるんじゃないかなって形で。ああ、AI がね。そうですね。 チャット GPT を使えるようになったのは、レベルがね、上がったのかもわからないけども、これに関してはね、質問の仕方を考えないと、この丸けな答えしか返ってこないんで、頑張って質問の仕方を勉強した方がいいんじゃないかなという形で。うまく使えてないんですかね。そうですねただ、受賞作品すべてにお言葉を述べたんで、それだけは事前に台本を用意をしてもらってたとしても、評価はできますけれども、ちなみにこの過去様も、 アクシャンゴーサイトと同じでね、やっぱりまあ後ろはね、金務を覚えて形でなっていて、ただまあ、そのね、本に触れ合う機会を大切にしないとね、私みたいな常識やね、許容のない大人になりますよって形でね、まあ、そういったことだけはまあ伝わったんじゃないかなって形で、<laughs> まあこの一人ね、44坪の広さでね、狭いから10億円の口座にって形でね、一、まあ、人暮らしって形でやってるって形で、まあ、全部ね、この洋服だらけで、本はね、一冊もないかも分かんないですけども、<laughs> まあこれもね、まあ、いい加減に民間企業の公務とかも。 やめてほしいなって形でありますけれども、<laughs> 今回のなんかね、産経児童出版文化賞の時の衣装も。水玉のロングスカートに青のジャケット姿みたいな、なんか初めて見た衣装でしたけど、まあ、それも新調したんですかね、このために。ああ、そうかもわからないですね。ああ、まあ、服は好きなんでしょうね。そうですね。うん、まあ、今後ね、アクションに関しては、どうやって上なっていくのか、皆さん様ね、予想とかね、コメントもらえと嬉しいですね。そうですね。ぜひコメントください。あと、チャンネル登録、まだしただ登録の方、お願いします。よろしくお願いします。